どうも、星川文です。今回は新規エースが追加されたファイアウォールで気持ちよくなろうと思います。シングラリティに到達したリンク召喚の全力見せてやんよ。例によって細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行。まずはサーチで誘発チェック。相手に優先権渡らなかったので全力展開できそう。なおここにうららは何の問題もなし。アーマードビットロンをリリースして同盟以外のサイバース族をリクルート。ディフェンサー一体でベイルリンクス。サイバース族のリンク素材として墓地に送られたディフェンサーの効果発動。にチェーンしてベイルリンクスのサーチ効果。ベイルリンクスを後にチェーンすることでディフェンサーを妨害から守る。ベイルリンクスでフィールド魔法をサーチし、ディフェンサーで同盟以外のファイアウォールをリクルート。サイバース族2体でスプラッシュメージ。サイバース族のリンク素材として墓地に送られたファントム効果でサイバネット魔法をサーチ、スビッチしていなければここでコービックを引っ張る。スプラッシュメージの起動効果で墓地のサイバース族を守備表示で蘇生。レベル4以下のサイバース族1体でリンクでコーダー。そのまま効果モンスター2体でトランスコードトーカー。コードトーカーモンスターがエクストラデッキから特殊召喚されたことでコービックが反応。元々の攻撃力が2300以上のサイバースリンク素材として墓地に送られたリンクでコーダーが蘇生。コービックで出したコードトーカーと同じ属性のサイバース族をサーチ。トランスコードの起動効果でリンク3以下のサイバースリンクモンスターを蘇生。コードジェネレーターの手札から素材になれる効果を適用してプロテクトコード。コードトーカーが出たのでコービック効果。この効果は属性が違えば1ターンに何度でも使える。さらにコードトーカーのリンク素材になったコードジェネレーターで攻撃力1200以下のサイバースを墓地に。コービックで闇のサイバースをサーチ。墓地に送られたドットスケーパーが自己蘇生。マイクロコードの手札からリンク素材になれる効果を適用してインバート。新たな属性のコードトーカーが出たのでコービックが再び反応。さらにコードトーカーのリンク素材になったマイクロコーダーでサイバネット魔法罠をサーチ。マイクロコーダーでサーチするのはコードトーカーが場に存在していれば何でも無効のコンフリクト。コービックは光を参照してサーキュラー。サイバース族2体でXコードトーカー。新たな属性のコードトーカーが出たことによりコービック。ここでは風を参照してパラレルエクシードをサーチ。モンスター2体でファイアウォールドラゴン。この辺りからモンスターゾーンの使い方に注意。コストで残機モンスターを墓地に落としながらサーキュラー特殊召喚。エクストラゾーンにモンスターが存在しないので墓地からシグマを蘇生。残機が場に出たためサーキュラーが残機魔法をサーチ。特に意味なくチェーンしてファイアウォールで相互リンクの数までバカ墓地のモンスターをバウンス。ここでは自分の効果モンスターを回収しておく。レベル4モンスター2体でダランベルシアンをエクシーズ。これはファイアウォールのリンク先に、ダランベルシアンのリンク成功時に効果で残機カードをサーチ。その後ダランベルシアンの起動効果で自身をリリースして墓地からレベル4残機を蘇生。リンク先のモンスターが墓地に送られたのでファイアウォール効果。手札からサイバース族を特殊召喚。出したい候補がなければファイアウォールで回収したモンスターを出す。サイバース族2体でサイバースウィッチ。リンク召喚に反応してパラレルエクシードを手札から特殊召喚。その後同盟を特殊召喚してレベルを4に、リンク先にモンスターが特殊召喚されたのでサイバースウィッチ効果。ファントムで捨てた魔法を墓地から除外してサイバース儀式モンスターとサイバネットリチュアルをサーチ。墓地にコストがなければパラレルエクシードを出さず残機方程式から使う。パラレルエクシードをコストにリチュアルでサイバース政治を儀式召喚。政治の起動効果で墓地から素材を除外してサイバースディセイブルムを融合。政治、ディセイブルム、エクスコードを素材にファイアウォールドラゴンダークフルード。ダークフルードのリンク成功時に墓地に儀式、融合、エクシーズサイバース族が存在するのでカウンターを3つ置く。サーチを使ったウィッチ効果で墓地からレベル4以下サイバースを蘇生。ファイアウォールを含む3体でファイアウォールドラゴンシングラリティ。場のモンスターを対象にして手札からアディオンを特殊召喚。サイバース族2体でクリスタルハート。リンク先のモンスターが墓地に送られたので墓地からサイバース族を蘇生。クリスタルハートで自身のリンク先に地属性リンクモンスターを蘇生。方程式で墓地の残機を蘇生。ウィッチのコスト確保で先に使った場合はシングラリティのリンク成功時にパラレルエクシードを出す。シングラリティの下にトークン以外のモンスター2体でトライゲートウィザード。ファイアウォールリンクが場に存在するので墓地からリンク合計3になるよう除外してプロテクトコードを蘇生。エンドフェーズに除外したファントム効果で墓地のサイバースをデッキに戻して終了。これで場にはモンスター無効やら魔法無効やらバウンスやらが揃い、効果の対象にならなかったり戦闘破壊耐性がついたりした。モンスター効果にチェーンしてダークフルード効果。カウンターを1つ外してその効果を無効にする。カウンターがまだ2つ残ってるのであと2回同じことができる。相手はアンデッド中心のデッキか、アンデシンクロだったりするんだろうか。このタイミングでシングラリティの効果発動。自分墓地に儀式、融合、エクシーズモンスターがいるので相手の場と墓地から3枚までバウンス。ついでにちょっとパワーアップ。場が埋まってて特にやることもないのでバトル。ダークフルードはバトルフェーズの間攻撃力がカウンターの数かける2500アップ。トップ G 見せたくなるよね。わかる。対戦ありがとうございました。
対戦よろしくお願いします。こちらの高校、さっきの展開はディフェンサー1枚から成立するので、本体、ディフェンサーをサーチかリクルートできるカードが初動になれる。仮に儀式カードを素引きしても展開中にサーチできるし、パラエクやコードジェネレーターを引いててもコービックのサーチを発すればいい。他のカードも大抵なんとかなるがファントム素引きだけは無理。こいつを素材にコービックサーチしないと展開しきれるか微妙になる。さてこっちのターン、トランシアに包容投げたことにするとして、左からコストで落とす前提、リクルート前提、サーチ前提かける2と地獄のような手札。これでどうやって戦えばいいんだ。まあいけるところまで回してみよう。コービックがあればぶん回ってるのになぁ。現状どんどんリソースが細くなっていく。エクストラゾーンを開けてシグマ、手札からも出せるのありがてぇ。ファイアウォールのリンク先モンスターを墓地に送ったことで手札のファントムを出せる。展開伸びたら素引きしてしまったファントムもファイアウォールやインバートで出せる。まあディフェンサーファントム初動で動けなかったのにそこまでいけるか怪しいけど。リンク数が自然と伸びるので深く考えなくても出せるシングラリティ君。ファイアウォールの蘇生はサイバース族であれば特に他の指定がない。大型リンクもポンッと出てくるので楽しい。はい、なんやかんやでファイアウォール3兄弟だけを並べながらワンパンする遊びに成功。対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、先行出力に全力を注いだ結果アクセスコードすら抜けるロマンデッキが爆誕しました。フル展開でエクストラ全部使い切るからね、しょうがないね。リンクが並ぶならってことで3リンクトライゲートを出す構築にしたけど、トライゲート抜いて7シンクロ入れたらダークフルードとシングラリティがフルパワーになるぞ。メインのロックバードとレディーデバッガー抜いてダイアラプラシアンの超会場セットにするのもいい。というかアクセスコードはさすがに入れないと高校きつい。せめてエクストラ20枚くらいになればエクストラリンクしながら妨害数伸ばせるのにな。対面でこのデッキが来たらファントムサーチを妨害してあげると相手は発狂しながら爆散するぞ。ディフェンサー1枚から動けるのでサーチ手段増やしてデッキ厚くするのも一つの手。コードトーカーの属性調整すればコービックからいろんなカードにアクセスできて全然違う展開に移れるのでいろいろ試してみてください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。